第五管区海上保安本部は今日、兵庫県警や神戸市消防局と合同で海中転落者を想定した潜水訓練を行いました。この訓練は海保と警察、それに消防が連携を深め、円滑な海難救助につなげようと行われたもので、合わせて40人が参加しました。神戸海上保安部によりますと、兵庫県内では昨年度、海のレジャーなどによる水難事故で80件の出動があったということです。今日は9人の潜水士がトラブルでマスクやボンベなどの装備が外れたことを想定した訓練や、海底に沈めたゴルフボールの捜索などを行い、連携強化を図っていました。よし、訓練を通してですね、お互いの技術の確認であるとか、そういった連絡体制、資機材の確認等を行って現場での活動に当たっております。神戸海上保安部は、海での事件や事故は118番に通報するよう呼びかけています。